タルミジャンクション全景出展、国土交通省、国土画像情報タルミジャンクションは、兵庫県神戸市タルミ区明谷町にある神戸淡路、鳴門自動車道、阪神高速道路5号湾岸線、第二新米道路北線のジャンクションである。1991年着工、1998年4月、共用開始。総面積36万平方メートルで、日本最大のジャンクションである。 赤石海峡大橋の本州岸一番目に置かれているジャンクションであり、周辺の複数のジャンクションと連携して淡路島、四国方面と本州各方面との交通を仕分けしている。南北に通過する神戸淡路鳴門道に対して、南東から阪神高速5号湾岸線が進入し、そこから本線が直通する形で、第二新明道路北線が北西へ分岐する路線形状であり、 これらの相互交通を確保するためにタービン型のジャンクションとなっている。また、神戸淡路鳴な道と阪神高速第二新名道路北線は道路管理者が異なり、ランプの途中に料金所が設けられていることに加えて、一般道と接続するタルミインターチェンジが併設されているため、通常のタービン型ジャンクションより複雑な構造となっている。 本ジャンクションよりも海岸に近い場所に有料道路である第二神明道路が従前より設けられている。しかし、敷地の制約や交通量の予測から神戸淡路鳴門自動車道は第二神明道路を舞子トンネルによってアンダーパスして直接赤市海峡大橋へ向かっているため両道路の交点にジャンクションは設けられずより内陸に本ジャンクションが立地している。そのため、 本ジャンクションと第二新明道路は阪神高速5号湾岸線、阪神高速7号北神戸線、第二新明道路北線のそれぞれ一部区間を連続して連絡している。ここは阪神高速5号湾岸線と阪神高速4号湾岸線からなる大阪湾岸道路の起点でもある。しかし現状で阪神高速5号湾岸線は本ジャンクションと秒谷ジャイクション間が 他の開通区間から長距離の未開通区間によって隔てられて孤立しており、実際の道路標識などでは、道区間が阪神高速5号湾岸線の一部であることは案内されておらず、七市の接続道路のような扱いとなっている。複数の事業者による大幹線道路が複雑に交差しており、分岐が多く、近隣にもジャンクションや路線が多数存在するために、 目的地の方向を見失いやすくなっている。そのため、利用者の利便性を考慮し、日本で初めて色分けによる案内標識と料金書が導入された。淡路島、四国方面から、垂水ジャンクションに差し掛かる直前、姫路方面は赤色で、垂水出口は青色で、神戸、大阪方面線接続は黄色で、また、山陽自動車道方面は白で案内されており、料金所では、 それぞれの色に対応したゲートに侵入しなければならない。スモト方面への料金所には注意。次の出口は淡路島の看板が掲げられている。ここより神戸西インターチェンジまでの神戸淡路、鳴門自動車道は建設省の直轄路線精神自動車道として建設された。また住宅密集地の JCT ということで環境保全施設が設けられている。 沿道開発、周辺町はために関連事業として、妙だにロードパーク事業が事業化され、垂見健康公園としでめ公園が整備された。垂見健康公園からはタービン型ジャンクションのほぼ前景を見下ろすことができる。阪神高速、一般道、第二新明北線から、スモ方面へ向かうゲートの横には、 兵庫県警察高速道路交通警察隊の垂水分中隊がある。かつては本部もあったが中国自動車道西宮北インターチェンジ内に移転している。阪神高速へ向かう料金所神戸淡路、鳴門自動車道垂水出口料金所垂水出口は青色で表示されている神戸淡路鳴門道、洲本方面へ向かう料金所 e 十八神戸淡路鳴門自動車道伏せ IC。 JCT タルミ JCT E28 神戸淡路鳴門自動車道タルミ JCT IC マイコ BS 淡路インターチェンジ BS SA 淡路北スマート ICE 94代二新名道路北線タルミ JCT 学園南インターチェンジ阪神高速5号湾岸線駒川市、南出入口三だ JCT 三だ出入口タルミ JCT その複雑な構造は 日本一複雑な形状のジャンクションと言われている。ありがとうございます。